で、ちょっとどっちがどっちか分かんないですけど、まあ、もう男の子が好きだよと。だけど、この女の子は高嶺の花だと。で、この恋愛、どうなったと思いますか？ドンベイ。そうです、ドンベイです。違います。ですね、この恋愛はどうなったかは皆さんの自由でよろしいです。そんな感じで私たちはノールールで楽しければいいというコンセプトでやっておりますので、皆さん最後までそれぞれ思い思いに楽しんでいっていただけたらと思っております。それではカモナマイハウス。今日も来たのね。